はい、皆さんこんばんは、栗崎です。はい、えー、この年末の忙しい中ですね、えー、LINE の配信読んでもらえるかなとかって、ま、いろいろ考えてですね、あのー、動画なら聞き流してもらえるかなと思って、今日は LINE、えー、では初の動画を、はい、LINE 専用ではね、初の動画、えー、配信をお送りしています。イェイおめでとうありがとうございます。お初です。はい、ということで、 はい。じゃあ、行きますよ。はい。<laughs> えー、今日は29日っていうことで、毎月ね29日、肉の日とかね、肉屋さんに貼ってあったりしますけど、肉の日です。ということで、えっ、ー、と、私のラインアウトでは、えー、今ですね、食べ過ぎリセットウィークをしているんですね。で、えー、肉の日に、じゃあ食べ過ぎ、えー、何をお伝えするか、食べ過ぎリセット、魚です。はい。 ね、なんかもうお子さんもお休みとかで、がっつり肉食いたいんだよ、母ちゃんとか言われてるかもしれませんが、魚です。はい、魚、ねあ。ちなみに私、魚座なんですけど、全然関係ないですね。魚座。はい。で、えー、食べ過ぎリセットの日に、なんで魚食べてほしいかっていう と、ですね、えー、お肉はですね、やっぱ腸内、悪玉菌の餌になりやすいんですね。で、えー、肉の、あの、腸内悪玉菌、肉食べてね、腸内が、こう、悪玉菌が、こう、わーって増えてしまうとですね、まあ、リセットしたいなーっていう時にまさかの便秘になってしまったりとか、あとは、あの、代謝とか、食欲とか、メンタルとかにも大きく影響を与えてしまうんですね。悪玉菌が増えてしまうと。で、えっ、ー、と、で、腸内環境を整える、すごい大事なんですけども、やっぱり、 リセットとかダイエット頑張るっていう時に、やっぱりメンタルがね、あやる気ないわっていうふうになっちゃうと、なかなかね、あのー、ダイエットも進まないと思うんですよ。なので、あの、腸内環境ってすごい大事なんですね。で、それと、あとお肉の油っていうのは、あの、消化にすごい時間がかかる。 ので、特にアラフィフの私たちにとってはですね、胃が持たれるわーとかっていうふうになっていると、胃が消化している間っていうのは脂肪燃焼しにくくなっているんですね。なので、やっぱりお魚推しなんですね。で、なので、えっと、お正月までにあともうなんとか、もうリセットしたいあと、2日 ?2 日しかないね。そんなあなたには、ぜひ、もう本当にあと2日だけでも、3日だけでも、 あのー、お魚メインにしていただきたいな、っていうふうに思います。これは、お正月が終わった後も同じですね。食べ過ぎちゃったわ、ちょっと、あのー、リセットしたいわ、っていう時も、なるべくお魚の方がおすすめです。で、特にですね、オメガ3脂肪酸、ね、えー、の、豊富な青魚がおすすめです。イワシとか、えー、アジ、サバ、サンマとかですね。で、えー、 でもね、よく青魚苦手なんですっていうふうに、あのー、聞くんですね。なので、えっ、ー、と、青魚が苦手な方は、貝類とか、マグロとか、サーモンとか、えっ、ー、と、エビとか、イカとか、まあ、もうそういったものでも OK です。で、特に、えっ、ー、とー、 あとはもう、それも好きじゃないっていう方ね。もうそれも嫌っていう方は、まあ、シーチキンとか、まあ、シラスとかでも OK なので、えー、そういったもので撮ってみてください。で、ちなみに私のですね、リセットおすすめメニューがあります。それは爆弾っていうね、あの、昔お友達の、えっ、ー、とー、に連れててもらった、 お寿司屋さんで出てきたんですけども、なんでここで、なんかゆっくりになっちゃうんだろう。あのー、出てきたんですけどね。爆弾っていうのは、ま、知らない方に、えー、ちょっと説明すると、お刺身に、の、ちょっとぶつ切りっぽいのに、こう、ひきわり納豆、あとは、たくあんとかの漬物が細かく切ってあるんですね。で、そこに、えっ、ー、と、みじんぎ、ああ、そうそう、それに、生卵、 で、ぐる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 っと混ぜて、で、海苔で巻いて食べるっていうものなんですけれども、で、いちいち海苔で巻いたり、で、海苔は咀嚼いっぱいしないとなかなか噛み切れないので、なので時間もかかるし、えっ、ー、とそ、ね、たくさん咀嚼できます。あとは納豆は発酵食品なので、で、これも腸内環境を改善してくれるっていう働きがあるんですね。なので、すごいおすすめです。で、えー、サラダに、えー、シラスとかね、あとは、えー、シーチキン乗せたりして、 食べてもいいかなっていうふうに思うんですよね。うん。なので、ということで、ぜひぜひリセットの時は魚介類できれば、青魚食べていただければと思います。あ、あとですね、そうそう、えっ、ー、と、サンマとかサバにはビタミン B2 が豊富なんですね。で、ビタミン B2 っていうのは、まあ何かっていうと、しあのー、脂質を エネルギーに変えててくれるっいいう素晴らしい働きがあります脂肪燃焼がこう進むんですね。なのであの青魚、まあ、食べられる方はぜひぜひ今日でも明日でも明後日でも毎日のように食べていただけたらというふうに思いますのでぜひぜひやってみてください。ということでまた明日もできるかなあの配信あのできたら配信していきたいと思っていますのでまた見てください。ありがとうございました。 さかなさかな。魚魚